やっちゃうよ、ラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、今日はねちょっとね、ファブゲーミングが、主催している今日イベントに行ってきたんですけど、そのイベントっていうのはね、一応知らない人用に説明すると、プロ日本のプロチーム4チーム全部がね集まって、デッドネとファブとあとゲーミズとポンスですねが集まって、試合、まあ交流戦ですね、まあ、言うたらまあそのエキシビションマッチっていう感じのねやったんですけど、その時にね、まあなんだろう、エキシビションマッチなんで、まあ、なんだろうな、結構まあ楽しませることを第一にみたいな感じですね。うん、なんでまあ本当にどこのチームもガチガチのガチオーダーではなく、そのなんだろう、本当に俺たちで言えばもうね、フチさんが選手として出たりとか、まあそういう感じだったんですけどね、結構ね、自分が想像してたよりもめちゃくちゃ盛り上がって、まあなんかなんだろう、やったところのイメージで言うと、なんかイオンの、イオンとかあるじゃないですか、結構。の、1階の広いスペースで、たまーにその、結構なんかアイドルとか、アイドルなのかなわかんないけど、誰だろうなみたいな人が結構イベント会場でいて、客の人が100人ぐらい入ってるみたいな、そういうイベントがたまーにあるじゃないですか、そのイオンの1階とかでやってるね、広いスペースでやってる。まあ、そんな感じですね。で、そんな感じのところで、僕たちもね、対戦会的なのをね、したんですけど、でそれで、結局ね、結果まあ優勝することができて、まあ、結構いい成績を残せたんでね、6戦やって、まあ、5勝1敗ですね。 2v2 1回だけ負けちゃったんですけど、それ以外はね全部勝つことができたので、まあ 2v2 はね言うても俺らもちょっとお試しのデッキとかやってね、まだ解説できる段階ではないので、 1v1 だけをね解説していこうかなと思います。でこれはですね、バンガ、ラバーとあとマスケだったかな、確か。そう、ラバとマスケバン。で、もう勝ち抜きですね。で、1v1、ウチ選手が剣詰めしに、ボコされて、2v2 ですね。で、俺とデンゴットで、まあ、なんとか勝ってって感じですね。で、最後、勝ち抜きなんですけど、これ実は対照戦で、お互いね、2人抜かれた状態で、これが負けた方が負け、勝った方が勝ちっていうね、そういう場面の試合なんですけどね。まあ、見てもらえればなと思います。ということでね、まあ、とりあえず今の環境も語りつつ行こうかなと。で、剣爪の動画にもね、このエピソードが上がってたんですけど、まあ、そうですね。結局、空があんまりね、なんかなさそうだなと思って。で、あと、もともとこのね、テンプレがね、タルババなんですよ。そう、タルババなんですけど、今、タルババがね、若干ちょっと死にかけてるんですね。そう、なんか、使えるレベルなのか、強いとは言えなくて間違いなく。で、使えるレベルなのか、わからないっていう状態ですね。まあ、本当になんだろうな、レベル1個、感覚で言えばレベル1個、もしくはレベル2下がったような感覚ですかね、タルババが。うん。前のそのままの強さのままでレベル2下がったぐらいの感覚ですかね。なんで、こういう感じでやっていくんですけど、まあこれ俺が使ってるデッキは珍しいデッキなんですけどね。言うてまあテンプレとしてあるデッキではあるので、そう、ババゴレ、ゴブゴヤババゴレなんですけどね。で、まあ適当にこうやって受けていって、で、序盤は、そのゴブゴヤババゴレって、タルババがあっても、そもそも受けがね、ちょっと全部が大きいんで、こうやってなんだろう、結構許容しながら受けないとね、いけなくなるんですよね。で、まあここで、迷って、ゴレをバーンとつけていくわけなんですけれども、まあ、相手がねエレキを切ったんで、工場を切ったばっかだったんでね、相手が逆サイ攻める手段がねないと思って、でそれでエレキを切ったんで、ここでエレキをね、まあ潰すわけにはいかないという感じでゴレでね盾を取って、まあ、エレキを潰していこうかなと思ったんですけど、マジアチャが出てくると、いやそっちの方のペッカかいっつって言うてますけれどもね、えいえいえいと、まあいう感じで、マジアチャがいるってことは、ちょっとね、やっぱネクロが行きづらくなるんで、ちょっとだるいんですよね。そう。で、まあゴーストもいて、いや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 
ね。で、右のゴースター無視ですね。で、なんでかっていうと、このデッキ序盤は、てか、まずそもそも受けがないんで、結構何で受けるかを慎重に選ばなきゃいけないんですね。で、あとは、基本的にその、なんだろう、呪文とかで、こうやってウッドとかで受けていって、まず、で、小屋を建てて、ポイズンを足して2倍になったらゴレを展開する。そういうデッキなんですね。で、ネクロでワンパンするって感じですね。ネクロとライトニングで、まあ、ポイズン切った後とかにね、ネクロを後ろにつけてワンパンするっていう、そういうデッキなんですけど、そうですね。
でこれ逆に出してきて結構鬱陶しいなと思ったんですけどね、これでメガゴだし、まあネクロだしでポイズン切った後なんでこのマジアチャーさえ飛ばしちゃえばっていう思ってここですね。でここなんですけど、俺がねそのライトあのペッカに当たんなかったんじゃなくて当ててないんですね。そのねマジアチャーとかって結構体力低いから工場ババでも延命されるしユーノとかゴーストでも延命されるんですよ。で今の結果的にはマジアチャとペッカにねあのライトニング当たってたんですけど、その飛来心された時にタワーとあのペッカとねマジアチャを全部に打つと一体でもマジアチャより体力多いのね挟まれた場合にそうなんだろうな死ななくなるんですよマジアチャが。でマジアチャを消すためになんならライトニングってんのに飛来心されたらもう相手のね思うツボなんで、まあ、ここはまあシャーなしペッカに当たんなくてもいいから保険の飛来心された時用のまああのそれライトニングですねてな感じで、でこれマジアチャがねマジで鬱陶しいんですよ。これこれえげつない。でこれねいい始めペッカですね。これマジアチャが生きなくあマジアチャネクロが生きなくなるんでねシャーなしでここで打つんですけど、防衛ライトニングをね。でまあ真ん中いい真ん中エレキでねやっていってって感じですね。でギリギリで抑えていき、もうでまたババを咲かせに来るという感じで、でこれ真ん中ネクロですね。でこれなんですけど、で剣爪が終わった後にめっちゃあのネクロうまかったわ。でこれなんですけど、これですね、元々俺ねあのラットがこれやってたんですよ。でそれパクっただけなんですけど、強いっす。この位置のネクロ覚えてください。あの陸受けだったら全部が受けれて、しかも2体とかね後ろにつけれたらこうやってねスケルトンであの誘導できるんですよ全部。で逆サイに持ってってそのままゴレバーン出せるんでおすすめっすねこの出し方は。うん、でここなんですけどね、正直逆サイ端前ゴレでよかった。うん、これ間に合わないんですよもう相手だから。このゴレとかどうせ守れんから、形作らずに逆サイをねせき止めるためのあの端前ゴレ8襟でねドーンって出せばよかったなって思ったんですけどね今更、まあ、これ普通にゴレバーン出すんですよ。そうで、まあこの時点でも相手は守れないっていうのが確定してるんで、もうガシガシに攻めてくるって思ってるんですけどね。でこれはユーノが着地と爆破してから打っとすね。はい、てな感じで、まあこの後にエレキでギリギリギリユーノが残っちゃってちょっと焦ったんですけどね、ギリギリ残ってまあ GG という感じで、まあねあの勝つことができて、そうですねこれまあまあまあ仲なんで、俺らの仲なんで煽ってしまったんですけどね。まあ、てことで、グッドゲーム1戦目はグッドゲームですね。うん、まあ結構やっぱなんだろう、ラババンでまず空がないって感じで、ラババンとあとマスケバンですね。でマスケはまあなんとなく鬱陶しいから、あのあとジャックがうまいからっていう理由でバンしたんですけど、まあまあまあそこそこいいデッキセンスできたんじゃないかなと思いますね。まあ言うてこれでスポンスが決勝進出が決まって、次ゲームイズやぞーっつって、でゲームイズで初戦がコタラットですね。コタラット対ローラブロッサムかな、うん、の 2v2 で、でまた、コタラットがね勝って回してくれて、次にシングル KK 対俺ですね。で KK は安定のベイビードラバンで、俺は5バンですね。そう5バンなんで、まあ5バンして、まあもう本当に簡単5バンして30種とマジアチャを使ったっていうだけなんですけど、まあそこのねリプレイを見てもらえればなと思います。1戦目はねそのポイズアップなんですよ俺の呪文が。で相手がライトニングドラゴンがあって、結構ねやっぱきつかったですね。うん、ライドラがねあの手が届かない位置にいると、やっぱりそのポイズンとザップじゃ死なないから、なんだろうこっちの攻撃は全部止まっちゃうんですよね。そうだけど、その両サイにねライドラがいないタイミングで両サイドに振っても、プリンスがいるんでね、なかなか攻撃が通らないという感じ で序盤に考えるのは、そのなんだろうプリンスの受けがエレキというのしかないので、そこら辺をね考えてやらなきゃいけない。だから逆に言うと、そのなんだろうな、プリンスは俺的には序盤はもうねペッカで受けちゃっていいかなと思ってますね。うん、でカウンターで、まあ、この後ね俺がケツダックプリをして、プリンスを引き出すんですけどね、確かダックプリかな、うん、ダックプリだったかな、そうですね。で、この後にケツ誘導をして、プリンスを引き出して、それに対して、キングマイペッカをします。なんで、ここへ誘導を出します。で相手がケツプリンスという感じで、あキングマイペッカですね。
もうジャイつけられてもいいし、逆サイジャイメガゴ組まれてもギリ許容してタワーおられない程度に守れてフルぶっぱカウンターできるんですよ。そうそうそう、なんでとりあえずここはジャイメガゴ逆サイに組まれても守れるんでね。あとエレキとマジャチャがあったんで、でそんな感じでとりあえずで、ここでここなんですけど、はい、俺8入りの時にね、あえて7入りとか6入りで工場つけないで8入りでつけたんですよ。でその理由は相手がねペッカー普通のペッカーに対してのジャイアントデッキだったら普通はエレキなんで、エレキがね来ると思ったんですよ。でエレキが来たらメガゴとエレキにポイズン打って、でメガゴにザップ打てばメガゴも死ぬんで、でペッカーと工場が止まんなくてね、バチクソ刺さるかなと思ったんで、まさかのライドラが出てきたんですね。でここねちょっとねスタンプ押しててねマジャシャ出すの遅れちゃったんですけど、まあ本戦ではさすがにこんなことはないようにしたいんですけど、ね、まあ、とりあえずスタンプで遊びすぎてマジャシャ出すの遅れてしまったんですけど、まあこれでジャイが来るですね。でここの受けはね結構うまくいったんでね、見てもらえればなと思います。はい、まずこのタワーにもマジャシャにもチェーンしない位置にダックプリを出す。でポイズンの外にエレキを出す。でここなんですけどコツがあって、絶対にエレキをその外側に出しちゃいけないっていうのがあるんですよ。なんでかっていうと、外側に出すとそのねディガーを飛ばされてすぐザップ打たれるんですね。でこういう位置に出すとエレキがちょっと歩かないとディガーを飛ばせないんですよ。でなぜならそのエレキがねやっぱりそのこの位置でエレキに殴る位置にディガーを飛ばすと逆サイドのねタワーから攻撃をもらう位置にディガーを投げなきゃいけなくなるんで出せないんですよすぐには。そうなんでこうやってちょっと歩くときに出すしかないって感じですね。でこれちょっと歩くとなんだろう、すぐにエレキがギリギリ死んでも別に大丈夫ぐらいかなのタイミングでしか死なないんで、そのジャイを攻撃中はねエレキがあんま死ぬことがないんですよ。なんでちょっと内側目で最大になんだろう、そのもう1マス俺が出した位置よりもう1マス左に出しちゃうと雪玉とかがあったときにねファーンって逆サイ持ってかれちゃうんで、まあこの位置ですねエレキは。でこれザップで消してギリギリ序盤に持ってかれるのは防ぐって感じですね。でまた俺は同じようにケツユーノをする、あ橋間ユーノだ、もうエリクサーが同じか1負けか1勝ちかなっていう感覚だったんで、橋間にねユニット被ると思ってケツユニット被ると思ってユーノを出します。でこれプリンスくんの分かってでキングマイペッカーですね。はい、てな感じでこれもライドル出されるんだっけな確か。うん、でこれマジアチャシュパという感じで、これでマジャチャプラスのあれでインライドラがねポイズンで死ぬん でとりあえずここで相手がねプリンスないって分かったんですよ。そのペッカーで縛ったばっかりだから、でライドラも切ったんでその止めるカードがないんですね。大体これプリプリ型なんでウッドがないんですよ。そうなんでダックプリが来るって分かってて、ダックプリ工場をして置いたキユーノですね。でここに置いたキユーノすることによってギリ工場が残りガインが入るという感じ でこの逆サイ無視ですね。はい、ってな感じでエレキを出す。そうでなんでここはペッカじゃないのっていう話なんですけど、ここにもしペッカを出した時に逆サイにねジャイメガを組まれたら終わるんですよ。そうそうそう、なんでここはエレキが死んでもいいからエレキ受けですね。はい、ってな感じ でこれここで KK がうまいのがこっちにディガー飛ばしてくるの、これ一番嫌なんですよこれが。そうでシャーなしでね工場で受けるしかなくてポンと受けていって、で KK は受けないやろってザップ塗ってきて、俺はたまたまその間に合ったんで、でここ見てほしいのここですね。で1100なんですけどこれ全部許容します。でもしポイズン圏内に持ってかれてもいいなと思ってて、ポイズンって遅いんでその打ってからポイズン圏内持ってかれてもね全然タワーが落ちないんですよ。そうファイボだったらワンパンシュパーンでタワー落ちたんですけど、でこれもしポイズン圏内行ってもいいなと思ってもう足しちゃいますゴリゴリに。うん、ってな感じでこっちは、ね、結構危ないところまで行くんですけど、もうこうなったらねペッカ止まんないんでね、でこれやってザップ打ってバシッとギリギリ連れていってね、もうワンパンタワーワンパンですね。はい、という感じで GG ですね。グッドゲームという感じでまず1戦目は取ることができましたね。えいえいえいと。で次にこのマッチアップですね。まあ一見相性が悪いように見えるんですけどね、まあこれも立ち回りを見ていただければなと思います。ってことですね。三重士なんですけど、とりあえず初手はダックプリとかユーノとかで相手の受けカードを切らせつつ三重士でそれをしばいて端前に工場をつけて、相手がうわ受けれるカードねーみたいな時に三重士工場をするみたいな、そういうデッキですね。
とりあえずこれね、たまたまユニット被って、で逆サイも言うので受けていき、必然とね、その両サイド受けなきゃいけない形ができるんですね。で、これはすぐガゴムね、ファファファッと出して、で、これ相手の初手が悪くて、まず雪玉がなかったんですね。そう、だから相手も多分、で、ユニットが、このラム受けも多分結構まあ悪手なんですけど、そのね、ユニットで受けなきゃいけないけど、ここどうするかなってなったんですよ、多分 KK は。そう、なんで、これ結構遅れちゃっていろいろね、タルババとか。そう。で、ここでね、でここ見てください。このザップ。ファンファン、バシバシっていう感じなんですけど、ファンファン、バシバシって感じなんですけど、まあこういう感じでね、やっていくと、結構ね、言うのは、ババ4発プラスザップで死ぬんで、ババが2発殴ったタイミングで、最初に早く打ちすぎると、あ、ザップ来た言うの死ぬっつってね、雪玉とか早めに打ってくるんですけど、ああいうギリギリのタイミングでザップ打つと、まだ耐えれると思ってね、温存してくる場合があるんですね。今みたいに結構、奇襲めな感じのタイミングでね、で、ここ30し。いや、ちょっとね、さっきの、ザップのタイミングで語ってて、こっちの解説忘れてたんですけど、これ、アイゴレ出して、もし、ね、俺、ペッカだと思い込んでたんですよ、正直。そう、まだインドラ見えてなかったんでね、ペッカだと思い込んでて、でもし、橋前ペッカ来たら、で、これ、ファイボがないんですよね。そう。もともとテンプレが、ポイズンだけどね、ワンチャンファイボ来たらもう死ぬから、まあまあって感じなんですけど、もう血液からワンチャンね、端前ペッカ来ると思って、アイゴレ出して、来た瞬間に30種出したろうと思ったら、まさかのメガナイトが来るっていうね。で、これで30種出して、結構ね、いい感じに受けれます。で、こう、ポイズンね、一見痛いように見えるんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、でも相手はメガナイト切ったから、これでしかね、守れないですね。これをしないとね、もう30種ガタメカウンターが来るんで、そう。で、ここで俺は考えることは、ポイズン、この、エリが溜まるまでにエリポン絶対置くのでポイズン切ったんでね。で、相手の攻撃の形を予想します。で、ラムユーノ、まあこれは予想できたんで、くっそ低めにダックプリを出します。ユーノが絶対来るんでね。うん、てな感じで、このね、両方止まる位置でザップを打とうか思ったんですけど、そう、ユーノの突進の無敵時間で当たらないわ、ラムの突進を入るわで、結構散々なね、ザップだったんですけど、まあまあまあ低めダックプリがね、めちゃくちゃ良くて結構守れましたね。で、工場切っていき、こっちも受けるか迷ったんですけど、どうせ受けなきゃ、相手が受けなきゃいけないんで、タルババなんで。で、これで、こういう時に両サイド攻めをして30種ですね。で、ここで30種を出すと、最初にね、その工場というのを出さないで30種を出すと何が違うかっていうと、この受けるカード2枚を、30種でしばき倒してから、もう一回自分の攻撃のターンが来るんですよ。そう、なんで、このインドラと、エレキがね、守りに使えない、そう。で、インドラとかエレキって一見30種の防衛にいらんくねって思う人がいると思うんですけど、基本ね、ケツ30種された時って、足の遅いユニットとか、あとは、適当に雪玉で回したりだとか、あと、ケツエレキを一重視側に出したりとかね、そういう遠距離ユニットを一重視側に出したりとか、そういう守り方がね、基本的なんですけど、このね、こういうユニットをね、切らせることによって、相手はね、ケツメガナイトをしなきゃいけなくなるんですね。で、ケツメガナイトと足前メガナイト何が違うかっていうと、ケツメガナイトは延命できるんですよ、こうやって。で、メガナイトを切ったんで逆サイに工場をつける。で、こっちに気を取られて好きに言うのを足して、メガナイトもしばいていくって感じで、ここは真上だったらね、全部ドスーンっていかれてるんですけど、その2枚切らせたことによって、ケツメガナイトを誘って、そっからね、30種展開ができたんで、結構ね、これはいい、本当に完璧、100点に近い30種だったんじゃないかなと思いますね、と。いう感じで、これはもうサンクラでしょうと言わんばかりの出していって、まあ一応ね、一応保険のガゴムレを出して、まあまあこれで、日本一が決まったよっていう感じですね。まあエキシビションマッチとはいえ、まずね、今日の目標はもう来た人を楽しませるっていうのがね、第一だったんですけど、まあやっぱ言うてもやっぱその、おなじみの連中なんでね、やっぱ勝ちたいんでね、まあ勝ちにも行って、ちゃんとね、優勝できたという感じでね、今日の戦績はめちゃくちゃ良かったですね、俺は。で、2v2 のデッキはまあ、こんな感じでしたね。なんか結構みんな、遊びではないけど、結構いい感じに暴れてて、デッキもね。まあテンプレが結構いつもより、リーグとかではやっぱ強いテンプレをうまく使うって感じなんですけど、これはね、見てる人も楽しめるような、でそれでもって強いデッキを使うみたいな、そんな感じを目標にしてたんで、今回は結構いつもと違うようなデッキを使えてね、
まあ、この特にババゴレとか、まあ、良かったんじゃないかなと思いますね。で、結構また夏休みでそろそろお盆入るんでね、あの動画もね、ワンチャン3本投稿しようかなぐらいに考えてるんでね、もしね、少しでもいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。